位相同形の例、ドーナツとマグカップは同章である。位相同形、あるいは同章とは、二つの位相空間が位相空間として等しいことを表す概念である。例えば、玉の表面というのみの表面とはある、連続な双方向の移し方で互いに移し合うことができるので同章であり、また穴が一つ開いたドーナツの表面と持ち手が一つあるマグカップの表面も、 同じく同章である。よって、玉の表面というのみの表面は、位相機化学的に全く同一の性質を持ち、ドーナツの表面とマグカップの表面も同一の性質を持つ。しかし、球面とトーラスとは、このような映し方が存在しないので、同章とはならない。ここで連続な映し方とは、直感的には近いところを近いところに映すような映し方を意味する。 位想空間 A、B の間の写像 F、A、B が連続かつ全単車で、その逆写像もまた連続であるとき、F を同章写像、あるいは単に同章という。同章写像の逆写像は明らかに同章である。A と B との間に同章写像が存在するとき、A と B は同章、あるいは位相同形であるという。ありがとうございます。